はじめまして、青森県プレイズリポーターの青森クリスチャンセンターのルカイ・リオットです。今日は青森クリスチャンセンターの働きをレポートします。青森クリスチャンセンターのビジョンはもちろんセンターの目的に基づきます。その目的といえば、宣教と教育とキリスト社の交わりのためにセンター施設を提供し、して地域教会を強めること、そしてそれらの目的を遂行するために場合によってはセンターが主催または共催して各種キャンプなどを開催することです。この目的を生かすビジョンの始まり点は、青森県の諸教会の皆さんとビジョン作りに取り組むことだと信じています。そしてそのビジョン作りのガイドラインといえば、一つ目はオーナーシップです。 ACC は決してディレクターのセンターではありません。キャンプ委員会のセンターでも理事会のセンターでもありません。諸教会の皆さんのセンターです。なので一人一人に、これは神様が備えてくれた私のセンター、僕のセンターだと思ってもらえることが非常に大事です。二つ目のガイドラインといえば、この先神様は私たちからどのような働きを求めているのかを悟り、その働きをなすためにはどのような敷地と施設が必要であるのかを祈りつつ考えていくことです。 ACC は2017年に60周年を迎えますが、その60年近くの間、数多くの人がここでイエス・キリストと出会い、普通なら出会うことがなかったクリスチャンの友と出会い、日常生活から離れて御言葉に直面して信仰が強められてきました。ただしこの2年間古い施設が使えなくなって、今はセンターが全く機能していない状態です。そこでこの先60年間の ACC のことを共に考えて、手を組んで共にリセットボタンを押す必要があります。新しい本館を建てる必要があります。とても大変な事業ですが、神の方法でなされる神の働きには必ず神の備えがあると私たちは本当に信じているのか。信じているはずです。幻がなければ民は欲しいままに振る舞う。なので ACC の将来に関して、神様に最低限ではなく大きな恵みを備えてくださることを祈りつつ、青森県の諸教会の皆さんと共にビジョン作りに取り組もうと願っています。誰でもここに来てよかった、主はなんと素晴らしい場所を私たちに与えてくれたんだと思えるような敷地と施設を築くための導きと備えを祈り求めています。で、最後にビジョン作りの3つ目のガイドラインは、 ACC を行き先だけ、夏休みと冬休みのキャンプだけと考えないことです。スタッフやボランティアが諸教会の伝道や教育に協力するために教会へ派遣される時が来ることを祈っています。そして一年中毎週 ACC で何かの奉仕が行われている時が来ることを祈っています。以上、青森県から青森クリスチャンセンタールカ・エリオットがレポートしました。